こんにちは、シェイクンサイトモです。ということで今日は怪談界のザ男芸人さんに来ていただきました、ガンジー横須賀さんです。よろしくお願いします。どうもどうもよろしく、チクヨロ。そう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 何にもなしでやり始めてたじゃないですか。そうそうそう。ありがとうございます。お久しぶりでね。ありがとう。本当に久しぶりでね。怪談界で唯一、うん、恐怖と笑いを取る人です。これはもう唯一と言っても過言ではございませんね。僕も怪談のライブとか出て、芸人なんで笑わせたいなと思うんですけど、やっぱね、怪談中ってなかなかお客さん笑ってくれないんですよ。結構シーンとしてるというか。でも、ガンジーさんね、もう、最初すごいちゃんと怖いのに最後どんどん面白くなっていって最終的には何の話してたかと分かんなくなるぐらいまで面白くなる話をたくさん持ってるんですよ ね。それがね、効果なんかコート出ないんです。まだなんかこうなんかそれ邪魔っていうかね、感じうるさいというか階段に謝れという意見もいろいろ。そんなことを言ってるやつはもう本当、そいつが文化を壊してますよ。だろうね。確かにね。決まった形がないんですから、エンタメっていうのは。じゃあそんな感じの階段話をね、ご披露してもいいですか。いただきたいんですけども、うん、よろしいですか。もちろんもちろん、本当に。よろしくです。ごぼう性っていう。はい。ね。はい。あれ、ごぼう性っていうのはもう、六芒星が本当でしょ、あれ。五芒星じゃなくて本当かそうか分かんないですけど、うん、五芒星もあります。いわゆる星マーク、星マーク、星マーク、はい、それに全然ちなまない話なんで俺海外の呪いの話とかかと思ったけど、はい、ちなまない、ね、ちなまない話で身近にあった話で、わかりました。お納めさせていただければなと思うんですけどあのね、今日この早富君とね、なんかないかな、なんかないかなとこうコラボさせていただくから思ったら、そういえば小さい時にね、まだ小学校、はい、低学年の時なんですけど、あ、これちょっと不思議な話で、まだね、まだな言ったことないかもしれない、これまだ。え、は、うん、そんな話を思い出したからちょっと言わせていただくんですけど、まあ実家が茨城の、まあ、田舎町なんですよね、うん、で田舎町っても変な人が結構多かったんですよ、はい、変な行動をしてるというかね。でそこにその上半身も裸で、で、おばあちゃんなんですよ、おばあちゃん、もう真っ白の裸のおばあちゃんがもう散歩してて、で電信柱、その田舎なんで木の電信柱があるんですけど、そこに自分の父をですよ、バーンとぶつけて、突っ張りというかね、なんか稽古つけてる、そう、父絞りばばやと僕は言ってたんですよちっちゃいかったからね。そう小さかったから、はい、で小さい稲荷神社みたいなのが上がって、はい、パーンとこうやって、よしみたいな感じでこういつもこう散歩してる、はあ、おばあちゃんがいて、でこれみんなそんな意に介してない状態、不自然じゃないですか、明らかに、はい、そんな人でもみんな気にしてない、俺だけ何なんだろうなと思ってて、で親にも聞いたんですよ、あのおばあちゃんってどこに住んでんのみたいな、変な人ですもんね、変な人、分かる、いや分からないって言うんですよね、その住んでるところ。わあ、そうなんだと思って、でその乳搾りババアがね、もううろうろ徘徊してるわけだから、ちょっと鳩ついてってみようと、はい、ついてったんですよ、こう静かにこうついてって、でそしたらその絞りばばのギロッと俺の方向いて、スーッと寄ってきたんですよ、はい、私の方にね。で目のもうこんな状態です、こんな状態で、はい、うん、こんな状態で、チートパイちょうでなのって言うわけ。なんだこれ、何呼ばれてんだと、チートパイちょうでなのって何、どういうことだと僕思いまして、いや、バーって逃げちゃったの、びっくりして、バーって逃げて、で、そのままチートパイちょうでなのってずーっとこう遠ざかってるんですよ。あ、離れてからも一人でも言ってるんですか。一人で、なんか、チートパイみたいな感じで言って、本当に変な人だ。うん、そう。で、僕もそう、あ、行ったなと思って、こう、ついてったわけですよ。はい。またついてたついてたんですよ。で、
で田舎にある商店とかスーパーとも言えない商店、はい、ちょっとしたものが置いてある商店と、まあちょっと平屋のちょっとボロい系の、うん、あそこに住んでんのかなと思ってその間に入っていったの、そのおばあちゃんが。でそれがもう家なんかそこにあるのかなっていうところだったんですけど、もう床が土でもうそこにええー、と思ったよ。そこにガーって入ってるから。でそしたらっつって赤ん坊の声が聞こえてくるんですよ、その中から。で結構大量の大量の声なんです。大量の赤ん坊のにゃーにゃーみたいな感じで聞こえてくるわけ。うわ何これ、え何子供いんのこの、しかも大量の大量の、もうそこ怖くなって僕はさーっとこう逃げてきちゃったんですよ、そこは。で後々そこが俺も変な体験したなと思って、あそこに住んでる人いるって親に聞いたんですよ、うん、いやー俺もう聞いたことないねと、うん、そこに人が住んでるのは聞いたことないと、うん、いう話で、じゃあ何だったんだろうなと思って、でしばらくするとそこの土地がもういらなくなっちゃって、そこにマンションを建てたいっていうことになって、おばあちゃんが入ってった家、そう、はい、ここの土地が。ででも更地にして、じゃあ建てようかって言った時に、その工事現場の人とかすごいなんかもう有名だったんですけど、もう怪我したりとか、なんか工事が全然進まない状態よくあるじゃないですか、そういうなんか事故に遭ったとか、もう そんな状態になっちゃって、うわなんでだろうなと思ったら、後からその近所の噂っていうかもうだったんですけど、大量の子供の遺骨がバーッとそっから出てきたって言うんですよ。しかも古いもう戦争とかの時代ぐらいの、で、そんな感じだからお祓いして、そこにはそのマンション建ってるんですけど今ね、はい、その海沿いに建ってるんですよそこ、はい、でもまあ未だにそんなに人入らないって聞きますね。そこには立地はいいのに、立地はいいのに、立地はもう最高ですよ、もう本当別荘にしたら最高のとこです。はいはいはい、うん、そこなのにあんまり人が入らないっていうので、あのおばあちゃん、そしてあの子供の泣き声っていうのは一体何だったんだろうなっていうね、何だったんでしょうかって話なんですヒポーントだよ本当に、ポテッション。ちょっと変な話なんですけど、あそういえばあれはもうそういえば心霊だったなみたいな。心霊ですね、うん、だって大量の赤ちゃんの声が聞こえたけども、うん、いなかったってことですもんね。いなかったんですよ。そうですよね、だって大量の、おそらくそうなんですよ、大量の赤ちゃんはそのばあちゃんが、え、チートパイちょうでなのっていうのはチートパイちょうでなのです。それは分かるんですか、意味は。あの意味はよく、はい、俺も言ってたみたいなんですけど、親に聞いたら、はい、それはちょっとおっぱいちょうだいみたいな、はぁ、チートがちょっとなんですね。そうで、パイがおっぱい、はい、でちょうでなのがちょうだい、ちょうだいな、欲しいのみたいな感じのことなんですって。あ、おばあちゃん側が赤ちゃん側にチートパイちょうでなの、だからもう、そうだからその突っ張り、なんか自分が父が出ないっていうことの、あと怒りとか敬語だったのかなとかさ、思ったり、なんかでも想像すると悲しいことしか思い浮かばないですね。思い浮かばないでしょ、なんか変だけど、変なことしてるけど、うん、多分バックボーンは相当切ないですよね。例えばお子さんがそこで多分たくさん亡くなっていって、ね、それが若い時に自分の子供を亡くしたことが忘れられなくて、うん、もうずっとそこに残って、そうです、ね、赤ちゃん子育てし続けちゃってるとか、そうです、ね、赤ちゃん側ってだってこのように言い方ですけど生まれてないわけじゃないですか。そうです。で、うん、この世の中も見てないから未練もへったくりもないと思うんですよ。ないよね、はい、うん、分からないって、そうじゃないですか、うんうん、でじゃあ赤ちゃんの霊とか水子の霊とかを、うんうん、この世に縛りつけてるのは誰なんだって言うと生きてる側ですよね、うん、です、おばあちゃん側が多分執着してるとか、ね、執着もうずっと子供にそばにいてほしいという願いを言っちゃってるから、うん、成仏できないし生まれ変われないしつって、うんうん、赤ちゃんたちの霊が、うん、いっぱいそばに閉じ込められちゃってるっていうことで、まあおばあちゃん年取りは亡くなりますけれども、うん、閉じ込められちゃった側の赤ちゃんたちはなかなか出られなくて、うん、マンションが建ってもまだ聞こえるってことなんですね。そう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 、子供なんでね、気候に走ると変なおばあちゃんいるってなるけど、人間が気候を働くようになるのはよっぽどショックなことがあったからですもんね。そうなんだよね、結局そう、だ気候を働いてる人は
まあ、近寄んない方がいいですけど、うん、まあ考えれば考えるほど悲しい悲しい坂がねあるんでしょうね。そこにあるか。嫌な、はあ、嫌な、でも面白い話。これはもう申し訳ない、ちょっと変な感じで心霊だな、これね。これは心霊ですよね。うん、そうだね。ゆうたろうです。はい、どうもです。金城です。ウォーリーズジャパン。すごいね金ちゃん。ここでしょ。うわ、家に黒リボン、葬儀の時につけるリボンですね。ダメだよ、いやー、湯気がおいしい。めちゃくちゃうまいな。イエーイ、フレッシュだね。若々しい。